方、マンチェスターユナイテッドさん、史上最低順位フィニッシュの可能性。プレミアリーグ第33節でマンチェスターユーはボーンマスと対戦、ドロー決着となり順位は7位に後退。プレミアリーグが発足した9293シーズン以降、マンチェスターユーの最低順位はデイビッド・モイーズ監督が率いた1314シーズンの7位。そして、7位に終わったのはその1シーズンだけである。残り6試合あるが直近の7試合で1勝3分け3敗。最低順位の他にプレミア出来て以降の最低勝ち点もあり得るな。ある意味、モイモイが率いた時の7位はファギーの遺産あってのもので選手の個人レベルは今より高かった。この10年で浮き彫りになったカオスは監督を変えたくらいではどうにもならないとは思う。そしてファーガソンのスーパーマネジメント能力があったからこのチームがずっと強かったというのも事実。テンハグで無理だからといって、他に良い監督がいるだろうか。ユナイテッドだと余計に外野からの指示が増えるだろうからなおさら難しいと思う。同じような質で10年過ごしてきたのだからクラブ幹部が諸悪の根源。監督と選手がずっと揉めてるってのはクラブが病んでるから。怪我人多いのは同情する。それでもやっているサッカーはひどいし、フルメンバーでも優勝争いはできなかったはず。今いるメンバーの戦術に全く調整できないテンハグの力量のなさ。一昔前のトップ6の時代と、今では比べ物にならないくらい注意のレベルが高くなってるから簡単には勝てなくなってる。テンハグじゃ無理だと思う。一度アヤックスか失敗した時に責任取るべきだった。都合が悪いことになると向きになって向き合わない監督。このスタンスじゃ向上は難しいと思う。それでも史上最低順位が7位ったすごいな。プレミアといったらマンユーだからまた強くなってほしいものだが。マンチューを立て直せる監督こそが世界一の名将や、金があってこれだけ低迷し続けられるのはマジでどうしてなんだ。